プレゼンテーション1京都府立桃山高等学校の皆さんですどうぞ前の方にお越しくださいタイトルはグリセリンの不思議な性質に迫るなぜ凍らないのかなぜ凍るのか京都府立桃山高等学校大沢良介さん佐々木隆人さん丹羽元希さん 姫野渡さん。指導は加藤正宏先生です。それでは皆さんどうぞよろしくお願いいたします。皆さん、こんにちは。本日は、グリセリンの不思議な性質に迫る、なぜ凍るのか、なぜ凍らないのかというタイトルで発表させていただきたいと思います。僕たちは、グリセリンの物性研究を中心に、様々な研究を行ってきましたが、その過程で、 面白い知見が得られましたので、紹介させていただきたいと思います。さて、お話しする内容ですが、このような順番で発表させていただきたいと思います。研究背景研究目的結果考察、そしてまとめと今後の展望です。では、そもそもなぜグリセリンの研究をすることになったのかということをお話しさせていただきます。全てはグリセリンとの偶然の出会いから始まりました。 皆さんご存知かと思いますが、グリセリンの融点は18度です。しかし、桃山高校の冷蔵庫に保存されていたグリセリンは凍っていませんでした。これは過冷客状態にあるということなので、物理的刺激を与え、結晶化させようとしましたが、全く凍りませんでした。この時、僕たちはこの現象に驚き、新発見、大発見だと大騒ぎになりました。しかし、まずは文献調査をして、本当のところはどうなのか、 ということを確かめなくてはなりません。文献調査等を進めると、グリセリンについて多くの事実が判明しました。それは、グリセリンが結晶化しにくいということ、つまり、過冷却状態が安定であり、難結晶性である。また、単純に冷却するだけでは、結晶状態にならず、マイナス83度でガラス転移、ガラス状態になる。また、そのような性質を利用して、不透液として利用、特に、 タンパク質の低温保存に利用されているということです。つまり、僕たちが発見した事実は、新発見でも大発見ではありませんでした。正直、この事実に落胆しましたが、さらに文献調査等を進めると、興味深いことに気がつきました。それは、グリセリンの難結晶性ということは、紛れもない事実なのですが、なぜ難結晶性なのかについてはよく分かっておらず、今でも研究や議論が続けられているということです。 そこで僕たちはこのグリセリンの不等性の謎について研究をすることにしました。具体的にはここに示した1から3のアプローチで物性について迫りました。結晶化方法の簡便化、X 線結晶構造解析、グリセリン類似体との比較です。この順番で報告したいと思います。それでは結果です。まず、グリセリンの結晶化についてです。実は、 グリセリンを凍らせるには特別な方法が必要です。僕たちの調べた限りでは、これまでに主に2つの方法が報告されています。しかし、いずれもここに示したように、1つ目はマイナス196度という低温が必要であり、2つ目は高価な機械を使った厳密な温度管理と温度利益が必要といった時間、手間、コストがかかります。そこで僕たちは、 より簡単に結晶化をできないかと試行錯誤を繰り返した結果、今ではさらに簡単に結晶化させ,させることができるようになりました。その方法は、マイナス75度で1分間保持した後、消音させるという方法です。写真は実験装置の全体像で、図はその外観図です。それではここで実験装置の紹介をいたします。ここがサンプルの冷却部です。 試験管にサンプルを入れ、温度計の先を入れておきます。そして、直接冷媒に触れないように、試験管を三重にしておきました。なぜなら、直接冷媒に触れると、冷却ムラができたり、後の実験で紹介する凝固熱の観測が難しくなるからです。あとは、デジタル温度計とパソコンを直接つなぎ、温度変化を自動記録しました。これが結晶火事の様子です。 結晶が徐々に成長していることが分かっていただけると思います。僕たちの方法は、マイナス75度で少々成長し、あとは放っておくだけなので、気泡よりもはるかに簡単に結晶化ができたと言えます。さて、グリセリン、さて、グリセリンの物性に迫るには、見るということも大切です。幸い、グリセリンの単結晶の作成に成功したので、X 線、 結晶構造解析を行いました。これがその結果です。グリセリンは、ここに示したような立体配座をとっており、ヒドロキシキと、かさたかいヒドロキシメチルキがアンチ型をとっています。また、グリセリン1分子に対し、他の4つの分子が水素結合を形成していること、グリセリン1分子に6本の水素結合が形成していることがわかりました。 ちなみに、分子内水素結合は形成されていませんでした。また、全体構造を見ると、ここに示したような波打ったシート構造を形成しています。他にも、シートとシートの間を水素結合が形成し、全体構造を形成していることが分かりました。僕たちは、この分子間の水素結合ネットワークがグリセリン不等性の一因であると考えています。 さらに、グリセリンの不等性について知見を蓄積するために、グリセリン類自体の結晶化の、すみません。グリセリン類自体の結晶化の実験を行いました。赤いものがグリセリンで、以下、ヒドロキシキの数が異なるアルコール類、方向間を有するフェノール類で計10種類です。この化合物のライブラリを決定するにあたり、以下のような仮説を立てました。 グリセリンよりもヒドロキシキが減少した場合は結晶化する、もしくはしやすい。グリセリンよりもヒドロキシキが増加した場合は結晶化しない、もしくはしにくいということです。この中で言いますと、2から7は結晶化する、8は結晶化しない、芳香族9、10は結晶化すると予想しました。これが結果を求めた冷却曲線です。 横軸が冷却時間で縦軸が温度です。たくさんあって見づらいですが、これらの結果は主に3パターンに分類することができます。それでは、えー、代表的なものを拡大して説明していきたいと思います。これは7番のエチエングリコールです。徐々に冷却し、過冷却状態になった後、物理的刺激を与え続けます。すると、このように消音が確認され、プラトー状態になります。 この時、エチエングルコールは相転移、つまり結晶化して、液体全体が不透明になります。そして、すべて凍った時点で、すみません、す、え、べ、ー、て凍った時点で、温度効果を送ります。化合物2と4から8が同様の結果となりました。これは9番のフェノールの結果です。徐々に温度が下がっていきますが、先ほどとの違いは、加冷却状態にならず、 有点付近で自動的に相転移が起こったということです。最後のパターンです。1、2、プロパンジオールですが、冷却し、加冷却状態になった後、物理的刺激を与え続けましたが、結晶も結晶化,化,化に伴う不透明化も確認されませんでした。これはグリセリンと同様の挙動です。多くの物質で予想通りの結果となりましたが、1、2、プロパンジオールとエリトゥルトール、 で予想に反する結果となりました。この結果からヒドロキシキの数だけで結晶性を議論できないということが分かりましたしかしこれらの結果は面白い結果だと思っています考察ですなぜ私たちの方法でグリセリンは結晶化したのでしょうか液体状態のグリセリンはさまざまな廃材生態の混合状態である と考えることができます。そして、それぞれの廃座で分子間や分子内水素結合を形成しており、この状態で18度まで冷却をしても、結晶時に単一の廃座に収束することができないと考えられます。加冷却状態のまま温度を下げていくと、徐々に廃座、廃座異性が起こり、収束し83度ではガラス状態、つまり 分子運動が極端に制限された状態になります。廃材性を鈍らせるためには温度を下げることが大切です。私たちの場合はマイナス75度付近ですのでガラス状態にはなっていませんが、この温度領域で廃材性はほぼ止まっていると考えられます。そしてそこから温度を上げることで徐々に廃材性が起こり、最終的に安定な構造である結晶になったのだと考えられます。 ポイントは温度を下げて一度廃在性を止めることだと考えています。また、グリセリンが結晶化しづらい理由は、このエントロピーという観点からも説明ができるかもしれません。エントロピーは一般的に乱雑さと表現されることが多いですが、私たちはこの乱雑さを分子の自由度と解釈することで、この値が大きければ大きいほど、 分子の自由度が大きく結晶化しづらいと解釈できるのではと考えました。そこで報告されている化学便乱の中から関連しそうな分子の誘拐エントロピーを算出しました。ここに示してわかるように、この中ではグリセリンが最も高い値をとっており、これがグリセリンの難結晶性を裏付けます。もしかすると、1、2、プロパンジオールが凍らなかったのも、この 誘拐エントロピーが高かったからかもしれません。まとめです。僕たちはグリセリンの結晶の簡便化に成功しました。そして、分子間水素結合の観測に世界で初めて成功し、現在論文投稿中です。そして、これらの結果から結晶化メカニズムを提案することができました。最後に、 わずかな構造の違いが物性に影響を与えてしていることが分かりました。今後の課題としては、1、2、プロパンジオールが凍らなかったという事実からも研究を進展、発展させていきたいです。最後に多くの先生方からご支援をいただきました。京都工芸繊維大学の楠川先生には、X 線結晶構造解析でご協力をしていただきました。また、京都大学渡辺先生や、 立命館大学の斉藤先生には貴重な文献をご提供していただきましたお礼申し上げますご清聴ありがとうございましたありがとうございましたそれではこれより質疑応答へと移らせていただきますご質問のある方はどうぞ挙手をお願いいたします はい、ではマイクをお持ちいたしますので大変大変面白い結果だと思うんですけれども、エクセ線結晶構造解析についてお聞きします、ねえっと、単結晶を作ったときに、かなり大きい結晶ができると思うんですが、えー、まずどれぐらいの大きさの結晶ができたのか、あと構造解析には、えー、それをそのまま使ったのか、それとも切り出したのか、この辺はどうでしょう。 大きさはあのこれが試験管のえっと上から見た図で、あそこが2センチなんで、だいたいあんな感じの大きさです。2>, 2センチだと X 線結晶構造解析の装置に入れるにはつけるには大きい気がするんですが、そのまま使えましたか？えっとそれはあの大学の先生にやっていただいているので、詳しくは分からないです。そこは見せてもらわなかったあはい。あそうですか。はいわかりました。ありがとうございます。 ありがとうございます。その他ご質問のある方いらっしゃいましたら、キャッシュをお願いいたします。はい、ではマイクをお持ちいたします。大阪市テ大学のテッと申しますあの非常に面白い結構あ発表ありがとうございます。ちょっとあの質問であの消音して結晶化させましたよね。普通はだいたいあの点音して結晶化させるけど、で、うん、既にあの、えー、と報告があったが、えー、半日ぐらいということが1分でできたというその辺は。 どういうふうにしてその縮めていかれたんですか、どんどんその保持時間というのを。えっと、最初は、まあはい、大体縮めていくっていうか、最初は1時間とかそんな感じでやってたんですけど、だんだん縮めていって、1分間でも再現性取れたんで、そのもう1個質問があります、その保持時間と、あの実際にあの消耗していたときの結晶化する温度っていうのは、なんか関係ありますそれとも 気象化,化する温度はオンライン温度で気象化します。あ、大体一緒です。あ、そうですか。どうもありがとうございます。その他ご質問のある方いらっしゃいますでしょうか。 それでは以上とさせていただきます。京都府立桃山高等学校の皆さんでした。ありがとうございました。